できた、学園ヘブンから最小の国の王ちょっと頼りないが国民から慕われている食べるの大好き、まあ、王様っていうことで丹羽哲也さん、そして、最小王の一人娘国一番の美女と評判密かな思い人がいる伊藤圭太姫、でね面白くて隣の国の第二王子姫の婚約者女王である母親と自分のことが大好き、まあ中島さんで姫の幼馴染親の借金に追われ町に隠れ住む時々姫と会っているとか遠藤和樹、うん、いいんじゃない、結構合ってる気がするね、多分こっちと結ばれるんやろ、そう思ってこうしてるけどわあ。クラウドさんか、王様は前にいまいち食べてばかりだよ、この国は平和だからやることないんだね、すごい体格変わってんのすごいよね、ここは丹羽哲也王の城です、失礼のないようご注意ください、はーい、よく来たな旅のものよ、わしに何か用かな、大きいね、最初の町が大魔王に顔を奪う大魔王だとプそんなやつがいるわけ、ああただただ助けて、王様の顔が奪われてしまった、王様を助けに行きましょう、じゃあこっからやっていきたいと思います、ん、なんか喋ってる、お、プレゼントを買ってきた、買った、余ったからヒーラギザーカールはポッチャムにプレゼントあげた、もらいますえぇ、ー、高級クッション大好きそういうの、おお、ポチャマ大喜び、いや嬉しいな、分かってるな、好きかも、うん、馬しかで眠たいの、俺様も眠いや、馬しかではあったかいな、昨日あんまり眠れなかった、なんで、ヒレギザーカールの寝言がうるさくて、え、ほんとごめんね、可愛いってずっと言ってたよ、恥ずかしい、誰のことや、HP オーナーなんて美味しいね、柔らかくて食べやすい、甘いけど甘すぎない、何本でも食べられるよ、ん、あ、飲み物を拾った、あのね、カオルちゃんはこういう時飲まない方がいいよね、ごよくにしてたその本面白い？面白いよ、ポッチャマも読みたい、じゃあ一緒に読もうか、ページめくっていい？ちょっと待って仲いいなここ、あ、好きになった、身代わりを覚えた、何それ、相手をかばって代わりにダメージを受ける、君のためなら痛くないよ、どんな映画、アクション映画、ワクワク、すごい迫力だった、かっこよかった、
あの主人公仲間に入ってくれないかな。まあ引っかかっちゃった。しょうがないな。おう。なんか仲良くなってるな。うん、初めての馬行動、騎乗攻撃。空気が美味しいね。美味しく感じるのはね、木から出る匂いのせいなんだよ。へー、そうなんだ。鼻息を覚えた。鼻から息を吹き出して咳全体にダメージを与える棒。ん？おお、夏休み武器が掃除している。こっちはもうやろうと。かなり好き。ハサミ打ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き、大ダメージを与える。おーちゃん、まあヒイラギザワカオルが気になる。春のあけぼのもヒイザリがカオルが気になる。あ、あれあれ、二人ともどうかした。あれあれ、なにこれなにこれ。え、なんだこいつら。うん、そろそろ寝よう。みんな寝ちゃったら危ないです。誰か起きて見張っとかないと。誰が見張る。まあ春のあけぼのやろ。そのポジション的に。あれ、聞いてない聞いてない、眠れないし。自分が見張りすればよかった。二人は静かに見張りする。ポッチャムの性格の悪いところが出たね。やがて夜が明けた。寝ずの見張りやね。大丈夫だった。鼻息を全体攻撃や。おお、強い。ここ王様の顔なかったっけ。あ、助けてくれ。岩鉄やゴーレム強そう。アンコールしようかな、久しぶりに。から焼き。おお、ジャンプ切り強い。うわー、やばいやばい。あけぼの回復させよう。ハウリング。そう、コロコ自分で回復してくれるからね、ほっといても大丈夫なの。
わやばい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 、仲良くなってる。うん、 HP バナナを、ん、おお、焼きバナナ、あすごい40も回復。うわやばいなバナナ食べてる。いやふりかけもうないもんね。バナナを食うか、いやいける気がする、押そう。あナイスすぎる。えらいな。MP を回復させてあげたいよね。アンコール、おつまらぬものを切りました。強敵だったな。ラブコールを覚えた。みんなを夢中にさせる技、自分とのスキルレベルを一時的にアップさせる。すごい。王様の顔は城の方に飛んでいきました。春のあけぼのの部屋に行きたいな。あー、まあ最近ずっとお馬さんと一緒におるからね。あ、そっか。これ一人余るの、あれよな。やっぱ馬一人にする？春の明け物の好きな人って誰？言えないよ。教えてよ。教えないよ。じゃあいいや。いいんだ。好きなのかな。おい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 、何、どうなってんだよこのゲームはよ。くそ、いや最近ちょっとダメだ。こうしよう、ちょ一人になってくれやっぱり。いぶき、いや、うん、これでいいか。ちょ、海デート、海デート行っておいで。レベル8か。お城戻ってみよう。戻った。ありがとうありがとう、俺にこれを受け取ってくれ。うわ、いっぱい。さて食べるぞ。それにしても大魔王ウサギ秋文か、困ったやつが現れたものだ。姫にも注意してやってくれ。もぐもぐ。あ、姫？あ、こっちにおるんや。
来い伊藤圭太姫どうだったかしら曲いいな。え、大魔王が最小の町を。そんな遠藤和樹は大丈夫なの？あ、ごめんなさい、町にいる友人が心配で。遠藤和樹のことを見に行ってください。はい、ありがとう。彼に伝えてください、伊藤圭太が心配していると。はーい、行ってきやーす。なんやろこれ。あれ、チェリー様。あ、旅の方、ボルフムちゃんがいない。マジで、もう心配で心配で。お願いです、ボルフラムちゃんを探してください。まあいいけど。あ、ありがとうございます。実は別の方にもお願いしたのです。でも失礼ですけど、あの方ちょっと頼りないの。あなたが来てくれてよかったです。あの子遠くへは行けないはず。町の近くを探してください。おお、カズキ、そういうことか。ボルフラム探しに来たよ。この声は、うわー、ボルフラムちっちゃい。ビエ、助けて。助けないと。いや。うわ、大丈夫？僕には無理です。助けてあげて。弱い。わあ、ママ。やめてよ。なんでこっち向いてんの？落ちぶれた貴族の息子、遠藤和樹。助かりました、ありがとう。僕は遠藤和樹です。あなたが、伊藤圭太姫が心配してたよ。え、姫が僕のこと？あ、それよりあの怪物は一体？これまでのことを説明しました。僕がいない間にそんなことが。あんな怪物を倒すなんて、君はすごいんだね。僕には全然無理だったよ。それじゃ失礼します。なんかピンクいな。そう、遠藤和樹は無事だったのね。よかった、これお礼です。え、そんなことで。うわ、お金持ちだな。これこれ、姫や。遠藤和樹のことは忘れなさい。お前には婚約者の中島秀明王子がいる。よいな、もごもく。いやー、中島さんやだねー。パパ、そんな。今姫の婚約者がこちらに向かっておる。そうだ、ちょうどよい。婚約者を迎えに行ってもらえんか。いいでしょう、ありがたい。姫の婚約者は隣の国の王子でな、国境の山まで来ているはずだ。山に向かってくれ、むしゃむしゃ。はーい。国境の山。伊藤圭太姫の友達のあの人、なんだか頼りなかったね。でもさ、いい人ではあるよね。まあ確かに。さて、中島秀明王子を探しに行こう。旅の疲れて険悪なムード。あれ、気をつけてよ。そっちこそ。ううむう。あれ、カンニン袋爆発。なんか、うん、わ、そっちも。そっか、なんか二人喋らんくなっちゃった。初めてのムカムカ行動割り込み？何それ？いい格好させない。
何やってんだよ。あら、うん、ヒイラギ座カールと夏休みイブキが喧嘩していますね。そんな二人は同じ部屋に入れましょう。はい、一緒にいたら気持ちが落ち着いてきっと仲良しに戻りますよ。ほんとほんと早く戻そう。こうしよっか。じゃあこれでいいのかな。ここは二人でカフェ行ってもらうか。何頼む？メニューのここからここまで全部ください。でやっていい？お、仲良くなったっぽい。いや、もうデート券全部使おう。じゃあ釣りも行ってもらおう。釣れないね。そうだね、帰ろっか。餌ついてないよ。まあムカムカ終わり、よかった。夏休み息吹を許した。ヒイラギ沢カオルを許した。ねえねえ、何？ MP 飴って大きすぎない？あんなに大きいと舐めるの大変で、拙者はいつも丸飲みしてるけど。長島秀明王子見つからないね。空気薄いし、もう帰りたいよ。え、じゃあ帰る？もうちょっと頑張ります。お、来た。なんかめっちゃイラ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 。隣の国の王子中島秀明。遅いぞバカ者。早く姫のところに連れて行け。なぜ一人で待っていたかだと。実は怪物に襲われてな、俺は勇敢に戦ったのだ。だが部下たちが弱すぎたんだよ。くそ、仕方なく一人撤退して。ひゃっ、お、なんか初めて見るグリフォン。うわ、なんかボスっぽい。ラブコール使ってみる。いいな、愛してるよ。わあ、ポチョが大好きに。いいね。あ、中島さんおる。俺が手を下すまでもないね。強っ。あ、バナナ食べてる。初めてのマイスポイントコード、後ろに隠れる。何やってるんだ。やってんだよ、最低だな。じゃあなんかイラッとしてたし、いや、そりゃされるやろ。うわ、ちょ、やばいやばい。おいしそう。いや、やばいやって、手伝ってよ。挟み撃ち強いね。お、いいね。
はないよ。お、初めての月コードあげる。しょうがないな。よかった。よしよしよし。おお。いや中島さん。我ながら見事な剣さばきであった。お、城が見えてきたぞ。伊藤啓太姫よ、愛しの中島秀明がすぐに参ります。中島秀明王子はどうでした？どうした？ふむ、無事ここに向かったのだな。よくやってくれた。褒美を受け取ってくれ。おう、何やってんだよ、こっそり来ちゃった。嬉しい。伊藤啓太姫、あなたの中島秀明が参りましたぞ。お前、お前、伊藤啓太姫とどういう関係だ。君こそ誰だ。俺は姫の婚約者だが、君のような男に伊藤啓太は任せられない。なんだと。やめてー。お、二人ともやめて。なんだなんだ、何事だ。やめて、二人ともやめて。こんな男が伊藤啓太の、僕は認めないぞ。うん、なんだこの男は。伊藤啓太姫とベタベタしやがって。まったく三人とも取り乱しよって。落ち着きの身で落ち着かせてやるか。そなたちょっと使いを頼まれてくれ。ん、すまんの。落ち着きの実は森の奥にあるはず。ほう、先に礼を渡しておこう。すごい修羅場だったね。遠藤和樹さん切れてたね。中島秀明王家はほんとあれだね。あの人が婚約しちゃって、伊藤啓太姫かわいそう。落ち着きの実をみんなが食べたら、世界から恐怖も不安もなくなるのかな。え、急に何を。落ち着きの実を見つけたらさ、レデで栽培して世界にばらまいて、みんなを自分の思いのままに。落ち着きの実をゲット。うん、プレゼントを買ってきた。買ってきた。あげるよ。ああ、あげ方も違うんやな。くれるの？銀のスプーン。なかなかのものだ。まあまあ嬉しそう。夏休み吹きを好きなポチョがこっそり見ていた。春のあけぼのばかりずるい。春のあけぼのに嫉妬した。ああ、あらららららら。うん、あれ、これは一体。うわ、
うわーびっくりした。初めてのムカムカコードすねる。ふん。おい、ぼっちゃむ。うう、敵の侵入を許してしまいました。見たこともない巨大な化け物でした。いい、来ないで許して。た助けて。ドキュー堂々としてる。だ大魔王が攻めてきた。やつは姫の部屋だ。頼む、助けてくれ。ああ、なんだあの化け物は。ここ。おいよ、助けてママ。姫の顔を奪った大魔王ウサギ秋文。あいつは悪夢の塔へ飛んできました。悪夢の塔。ああ、結構近所だね。怖いけど僕は後を追います。伊藤啓太、待ってて。伊藤啓太姫は僕が助ける。気味悪いね。なんだか空気も湿ってるし、怖いの？まさかそんな。本当はちょっと怖い。正直だ。伊藤啓太姫、助けて、早く帰ろうよ。おお、これめっちゃ可愛い。仲介エプロン。やっぱ赤かな。うわー、かっこいい。赤やね。じーん、何かついてる。うん、今服に虫が入ったよ。昨日の夜見ちゃった。何を。お化け。ドキドキして眠れなかったよ。俺は毎晩見てるけど疲れてる。マッチョのスタイルやって。めっちゃマッチョになった。顔。かまいたちを覚えた。風のような素早い動きで敵を何度も切り裂く攻撃技。やっと仲直りした。あ、遠藤和樹。伊藤啓太姫。
あーそういうこと。伊藤慶太将軍。おうおう、遠藤和樹の行動。ああ顔気に入ってるんや。遠藤和樹が負けてしまった。気持ち悪い。新しい曲かっこいい。カオルちゃん似合ってる。どうしよっかな。ラブコール。うわぁ、振りかけ使おう。これ使ってん、敵に送る歌。いやあ、かまいたち。おお、うちのパーティーヒーラーっていうヒーラーがおらんのよな。どうしましょう。アンハサウェイじゃなくてさ、つやばいやばい。ごめん。ああ敵討ち。おお強い強い。やばいってやばいって。おえらい。夏休み武器。結構真面目に探検してるんやけどな。やばいね、負けそう。 HP 使おう。振りかけ命。ナイス。うわーやめてくれ。えらい。あ、もちゃんも人気が下がっちゃった。人気上げよう。初めての元気行動。まだまだ。うおおおお、なんてけなげなんだ。うわナイスナイスナイス。あちょ、ああうわー、これはまずいな。回復グッズ HP バナナ。みんなバナナ食べてる。挟み撃ちだ。
まだ全然倒せてないな。どうしよう。いや、アンコールや。お、ナイス。やったー。強敵だったな。ありがとうございました。いや、夏休み武器が倒れたままだ。うわはは、我が忠実なる部下をやってくれたな。必ず報いを与えてやる。覚えていろ。大魔王ウサギ明文は東の方に飛び去った。助かりました、ありがとう。僕はやっぱりダメでした。でも姫が助かって本当によかった。姫のところに戻りましょう。いやー、壮絶な戦いだったな。戻りました、ありがとう。またまた助けてもらったな。俺にこれを受け取ってくれ。おお、いいね、大金。遠藤和樹もよくやってくれたな。いえ、僕は何もしていません。いやいや、わしは見ていたぞ。そなたの勇気ある行動をな。その勇気をたたえて、遠藤和樹を姫との交際を認めよう。よかったよ。どこに乗ってる先生、それにしても中島秀明おじめ、本当にかっこ悪いの。むしゃむしゃ。うー、悔しいよママ。あ、え、何してる。遠藤和樹と一緒にいられて幸せです。伊藤慶太奥が守ります。うん、いろいろ世話になったな。大魔王のこと任せたぞ。感動した。よし、出て今日は一旦終わろうかな。ではまた次回お会いしましょう。これはいけないぞ。